皆さんこんにちは、ジェントル山本です。ステップ1,2,3 の、動画を見ていただいて、譜面の方、皆さんダウンロードはしていただけましたでしょうか。まずはですね、初心者用練習フレーズの1番、こちらはですね、スラーで、つながった4小節のメロディーが、5つあるんですけれども、注意していただきたいポイントはですね、必ずこうメトロノームを使って、カチカチと、鳴らして、でテンポが90、90でもし早いなと感じた方は80、このどちらかで練習を、してください。そして、気をつけるポイントとしてですね、必ずワンブレスで行うっていうことが、あります。4小節の各フレーズを途中で息継ぎをしたり、音を止めてしまってはいけません。必ずワンブレスで、吹き切るということ。それから、メゾフォルテの音量で、必ず最後まで同じ音量で吹くっていうことを意識してください。そういうふうにですね、そのブレスに注目して演奏するっていうのがポイントになります。でこの初心者用練習フレーズは、1番から10番まで私が作ったものなんですけれども、各フレーズに、テーマが設けてあって、なるべくシンプルなフレーズにしようと思って作りました。ですので、この1番ではまずロングトーンと同じようなことに気をつけていただきたい。しっかりとブレスが息ブレスが楽器の中に入るということ、そしてメゾフォルテの音量で、しっかりと、息を、吐いて、リードがしっかりと振動してフレーズを吹き切るということですね。こちらを意識して、もう1番は特にそうなんですけども、このフレーズを何度も何度も繰り返す、もう 1,2,3,4,5、5つのフレーズをもう繰り返し繰り返し1日もう20回も30回も吹いてください。そうして吹いていただくと皆さんフレーズを覚えてしまうと思うんですよね。うんざりするぐらい。そうするとサックスを吹くときに楽譜に集中しなくてよくなるわけですよ。そうすると、ブレスのことだったりサックスのこう構えとか自分の出てる音はどんな音がするのかなっていうのに気づくことができる、そういう状態になるっていうのが、この初心者用練習フレーズの、一つのポイントとなりますので、その辺を意識して練習を、してみてください。ワン、ツー、スリTo see.